球界ナンバーワンの俊足、周東の記念すべき150盗塁、さらに中村晃の劇的サヨナラホームランは元チームメイト田中正義から。名場面だらけのシーズン終盤戦、オフシーズンでホークスを欲しているあなたに3ヶ月分のコーチプレーを大放出。いくぞ、9、10、11月のファンタスティックプレー。コンちゃんとホームラン王争いを繰り広げた柳田、当たってない、いや当たったよな、なあ、やっぱりギータといえば打った瞬間確信ホームラン、エグすぎるぜファンタスティック。取材陣に紛れて練習を見つめる守護神オスナを発見、誰かと話しているぞ、こっちにもオスナ、実はこの方オスナの弟さん、うん、そっくりですね。こちらは残念ながら今シーズンで見納め、森つもり仲良しコンビ、ここでつもりからテレキューへクレームが。テレキューです。なんでポテチ食わされてるんですか。おにぎりとご要望をいただいたのでしっかりおにぎりに変更しました。さらにファンスポにこんな大サービスも。ファンスポ、18時半、この後すぐ。カットカットで。スモリンありがとね。こちらは外野手3人集まって何やら話し込んでいるぞ。危ねえ、ちょっと大事な顔なんですよ。さてここからは11月限定秋季キャンプ編。キャンプの名物といえばこのランニング。いつもマイク走るのか、もういいか、長め悲鳴を上げているのは先月結婚を発表したいっくん。そんなヘトヘトいっくんを見て満面の笑みの小久保監督、恐るべし。頑張れいっくん、負けるないっくん。こちらは新たにヘッドコーチに就任した奈良原ヘッド。ノックを受けているのはなんと本田コーチに高田コーチ。さすが守備の名手たち、まだまだ現役でもいけそうですね。そしてキャンプの醍醐味といえばファンとの交流。マダムに写真をお願いされるもまさかのデジカメ。慣れないデジカメに戸惑うも最後は笑顔でパシャリ。こちらは広報さんではなく簡易のカメラマン。 OK です。カメラの先にはキラキライケメン坂東くん。こっち見て、あ、いい笑顔、あ、いい笑顔で、ありがとうございました。お次です。よいしょ。君の変顔をもう一度、可愛すぎかよ。レアな変顔を引き出しちゃうカイノにファンタスティック。誰のインタビュー。突然のフレームイン、我らが斉藤和美四軍監督。この時期はネタがないからね。バレてる。さすがです、なんでもお見通しなんですね。最後は新婚ホヤホヤのグ
さかのピッチング練習。タイナイロン、タイナイロン、真っ直ぐ。カイロのフォームを完コピ。確かに似てる。元気そうで何より。来シーズンは幸せパワーで活躍期待してますよ。ファンタスティック。